はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はデビルメイクライ2をねプレイしていきたいと思います。本当はねデビルメイクライ1やりたかったんだけど、ちょっと1のディスクがねトライアルエディションっていう体験版しか見つからなくて、まあ2があったんで2やろうかなって思ったんですけど、あともう一つね理由があって、あのデビルメイクライ2はね全作品の中で唯一黒歴史と言われているゲームです。まあそれがなぜかっていうのはねおいおい話しながらやっていこうと思うんですが、まあそうですね、早速やっていきたいと思います。でロードゲームからやって、でねすごいですね、2005年2004年とかにやってますからねこれ。まあ、一応これにして、でまあマストダイでもそんなに大して大変ではないんですが、まあハードでステージ1からねやっていきたいと思います。で最初に言っとくとね、僕個人的にはダンテの衣装はねもう2が一番かっこいいと思うんですよね。かつて悪魔がこの地上を覆い尽くしていた暗黒の時代、人々はなすすべもなく、ただ悪魔に蹂躙されるのみであった。だが人々の祈りを受けて、一人の悪魔が立ち上がった。その悪魔、スパーダは、自らと同じ名の剣を振るい、魔性の者を切り伏せていった。そして今スパーダの伝説がその息子によって受け継がれる。彼の名はダンテ。呼び出したのはお前か？また会いましょう、英雄スパーダの息子さん。という感じでまあミッション1が始まるんですけど、まあとにかく描写が少なくてですね、僕は最初このゲームをやった時に体験版なのかと思ってしまいました。まずセリフもほぼないんですよね。まあ初見ではないです、2年ぶり3年ぶりぐらいですが、とにかく操作性がね1と3と4と比べると唯一この2だけが全く違うものになっているので、
やっぱ結構覚えてるな。よし。でまあ挑発とかなくなってるんですよね。まず。まあこの鳥は無視していこうと思います。でたまにね、勝手にちょっと僕コントローラーがこんな感じで悪いんで、今僕自分の意思で変身したわけじゃないんですけど、ちょっと勝手に操作が動いてしまう時があるんで、あ、武器が勝手に切り替わってる。1,3,4 はね、動画で上げてる方多いと思うんですけど、2はなかなか見ないですよ、動画。それぐらい稀有な存在なんで。まあ、無視できちゃう敵はもう無視していこうかな。はいはい。こういうのは無視できないんで倒します。スティンガーがまず全然移動しないんですよ。おお、食らな。相変わらずアングルが悪いのはシリーズ共通ですね。デビルメイクライとして見なかったら別にそんなに悪いゲームじゃないんですけど、まあただこの2の反省を生かしてね、あの名作の3が出るわけですからね。ちょっと待ってください。よいしょ。すいません、なんかこの草厚いのに何を思ったのか、ちょっとヒートテックの T シャツを着てしまって、暑いんで脱ぎました。はいはい。あ、また勝手に発動しちゃった。やっぱこのコントローラー良くないな。あ、武器も勝手に切り替わってる。
まってやってましたからね、小学校の時は。ダンテの技の代名詞でもあるね、百裂突きができないんですよね。で、謎解きもほぼ皆無と言って間違いないんですよね、2は。本当にこんななって鍵を拾ってここを開けるみたいな。宿命の鍵なんてタイトルはあるけど、普通に開けて、ロケ地はいいですけどね、こういうなんか。ちょっとまあ無視していきますか。例えばアサシンクリードじゃないけど、このゲームもこんななって屋根を伝って走れますね。でも降りれない。よいしょ。ミッションぐらい行ってみようか。いや別にこれもねシリーズ化させるつもりないんですけど、最近キングダムハーツや首都高バトル新選組なんてね、いろいろ、あとメルブラか、懐かしいゲームやってるんで、あとガンサバイバー2とかねやってたんで。Good grief. They really made a big mess, didn't they?It sure took him a while to find ここもついに見つかったようだね。おお、来たか、スパーダの息子。親父を知ってるのか。よーく知ってるともさ。我らはこの地、リュマーリの守護者だ。我らの一族はかつてスパーダと共にこの地で悪魔と戦った。頼みを聞いてくれないか、スパーダの息子。この地を悪魔の巣窟に変えた男がいる。名前はアリウス。表向きは複合企業を従える経営者、パブリックコーポレーション。だが奴の背後には魔力の存在がある。アリウスとその陰にいる者を倒してはくれないかね。いいだろう。Wonderful. そこから港に出るといい。仕事が終わったら親父さんの思い出話でもしてやろうじゃないか、スパーダの息子。ここはなんだこれ、あんまりよくわかんないな。ここはあんまりやったことがないんで。PS2 のゲームにしてはグラフィックは頑張ってる方だと思うんですけど、どうですかね。
敵か。ちょっとサクサクやりたいんで飛ばします。敵はなんだこれ、ここも外れか。どこだじゃん。青き炎を灯せば道は開かれる。あー、これを壊していくんだ。言ってもこの程度のギミックしかないんですよね。なんだこれ、迷うなこれは。ここやばいでしょ。なんか何、あーこいつか、サベージゴーレム。うわーっとパイロマンサー、普通の人間なら死んじゃうようなギミックでもダンテなら全然平気ですからね。これはなんだ、部屋の出口は石像が知っている。何石像って、これ、いやこれあれでしょ、時空心臓じゃん。よくわからんギミックだな。適当に進んでるだけだけど。パイロマンス。次どこ行けばいいんだろう。
とか。あーこれ向いちゃうんだ、敵の方に。めんどくさいな。転がって進む方が早いっていうね。よいしょ。今度は何よ。これあれか、魔人化して上に登っていけってことか。でまたこんな変な終わり方なんだよね。じゃあネクストミッション行こうか。あんま話すことないね、これ。登場人物が少なすぎちゃって。曲は本当にかっこいいな、しかもデザインと曲は。あそこに腕組んでて空飛んでるときはこっちからの攻撃当たんないんだよね。やっぱガードされてる、シールドは張ってるんだよ。近づいてって強い。これでボスじゃないんだよね。やっぱ曲はかっこいいな。なんかこうやべ、危ない、早く降りてこい。すげえな、いい曲だな。おお。なんか確かこいつ腕ぶっ飛ぶんだね。両腕ぶっ飛ばせないかな。そうするともこの掴み技とかやられないで済むんだけど、ちょっと厳しいか。おお、あ、そんな技もあったっけな。
腕ちぎれなさそう。曲だけで言ったらもうデビルメイクライ4のあのくどいラルクのドリンクイットダウンとかと比べたら全然いいんだけどなぁ。2はね、本当に手抜きなんですよね。 BGM だけで考えると普通の戦闘 BGM がね、今までの作品は2つはあったんですけど、それが1曲ずつしかないんですよね、ネロとダンテで。まあ4の話は置いといて、おお置いと、あ、終わり？ここで終わりなんだ、早いな。いや、じゃあ次行きましょう。なんか街並みが暗い雰囲気になってきたな。例えばそのキングダムハーツと首都高バトルで見つけた時にね、鬼武者2もあったんですよね。ちょっと鬼武者2もやってみたいな。鬼武者2もやっぱ何年、もう何十年ぶりとかですからね、やるの。まで戦うんだこれ。無限湧きかな。違うな。なんだこれ、なんだっけかな、あそこを開けるために、あれが降りる前に走っていけと。間に合わない、あ、間に合った。またボスか、なんだっけかなこいつ、変な名前のボスなんだよね。ジョカトゥグルム。膨らんでいくか。聞いてないな、これ多分。分かった、思い出した。
この真ん中のやつしかダメージ通らないんだ。だからこいつをロックオンしていかないとダメなんだ。やっぱそうだ。でも50食らっちゃうけどしょうがない。ご利用しで、あーシールド貼るんだ、すげえ。こんなノリノリの曲なんだけどな、スタイリッシュじゃないんだよね。全然モッサリッシュってファンの間では言われてるぐらいなんだ。倒した。そんなに苦戦するほどのこともなく倒した。バイクだ。ここは何だったんだ。なんでここにこんな大きな穴が開いてんだろう。ここあれですよ、パーキングですよね。まあじゃあもう一ミッション行こうか。時間はまだあるんで。ミッション5、どんな内容だっけかな。あー、ここで確か狼が出てくるんだっけかな。白いフレキ&ゲリってあの北欧神話の元ネタのあれですよ。待って、こいつらもな、銃で倒すしかないんですよ。剣当たんないんだな。この雄たけびを上げてる時ぐらいしか。死なないな。あんまり動物傷つけたくないんですけどね。人間はまあ別にいくらでも傷つけても何とも思わないんですけど、ちょっと動物は心が痛むな。なんか「もののけ姫」に出てくる「黙れ小僧」みたい。もうあれですね、なんか工場的な舞台からこうちょっとこういう都心に変わってしまいましたね。またか。敵が結構硬いんですよね。
しかもね、これカメラ越しじゃなくて普通にプレイしてる僕も見てて思うんですけど、デビルメイクライ2って暗いんですよ、全体的に舞台が。だから白い点がコロコロ転がってるみたいなね、そんな風に見えても仕方ないんですよね。すごいね、なんでこんな風になってしまったんですかね。またさっきのなんかライオンゴリラみたいなのまだ出てくるんですよこれ。リベンジマッチ、本当にアングル悪いな。何？ああ、多分任意だな、戦っても逃げてもどっちでもいいみたいな戦闘ですね。まあ僕は倒したけど、よし行こう行こう、もういいよ。これはなんか変な寄生する怪物がいて、そいつがなんかこれに、なんていうの、戦車にで寄生してるみたいですね。どうする、どうすればいいかな。おっと、確か3台出ていって、これは強制のイベントだった気がする。頑張って倒さないと。煩わしいな。あっちからやるか。地味な作業だなこれ。一応これ剣が3種類あるんですけど、バグでなぜかその範囲は広いけど攻撃力が高い剣、範囲が狭いけど攻撃力が高い剣と、範囲は広いけど攻撃力が狭い剣、俺何言ってんだよ。とにかくあるんですよ3種類でも、実際ね変わらないんで、バグの影響で。これはなんかプレツのデビルメイクライツはみんなね、そうなっちゃってるみたいですよ。やっと一人か。
は相変わらずかっこいいけど。インフェステッドタンク、これラスト。気が遠くなる作業だ。これね、この目を狙うと結構ダメージでかいんですけど、なんか変なピストル撃たれちゃうんですよ。お、いった。オッケー、ショータイム。で、みたいな、今までのダンテなら言うと思うんですけどね、2のダンテは本当にクールで無口なんですよね。一応時系列では2が一番新しいらしいんですけど、まあそれも完全に後付けですよね。インフェステッドチョッパー、まあ、構えるけど逃げますけどね。どこまで行けばいいんだろう、これ。どこだっけ。どうせね、このヘリコプター最後戦うんで。すごいね、ニューヨークみたいな。向こうに行けと。この上登れと。これは窓、窓なのか。これだとしたらサイズ感合ってないよね。これがね、この戦いが本当にだるい。やっぱ目に当たってないとダメージがそんな通ってない感じですね。ただただ長い戦い。お、目に当たってるか。
る、めっちゃ足しびれる。足がめっちゃしびれる。長いな。まだ？あ、そうだ。なんかない気が。ホーリースター、あ、ないんだ。デビルメイクライ2はホーリーウォーターが。きついなこれ。腕軽傷炎になっちゃうよ。ただただ疲れるな。よくこれやったな、本当に昔の僕は。こんなの苦行でしかないよね。ああ、やっと終わった。今回は終わりたいと思います。まあ多分これ続きやるってことはないと思うんですけどね。一応他にもね、もうちょっと魅力的な敵キャラはいるんですけど、まあこれも続き見たいよみたいなのがあればやります。ちょうど3年前にやってたわけですねこれね。わかりました。ということで今回はねここで、終わりたいと思います。ちょっと疲れちゃった。あ、でもそっか、こいつもその僕の言う魅力的なボスの一人なんですけどね。本当のこと言っちゃうかね。どうしようか、こいつやっちゃおうか。こいつね、確かこのステージこいつ倒して終わりなんで、これやって終わりましょう。じゃあこれはあいつなんだっけ、ネファスなんとかっていうね、このゲームの最初のムービーにも出てくる巨大ボスなんですよ。ぜひご覧ください。すいませんね、終わるとか言いながらこいつだけやっぱ戦おうと思います。
でも結局銃で戦わなきゃいけないんで、ああ出てきた。この上乗れるんじゃないかな。多分画面越しじゃ見えないと思うんですけど、黒いコウモリみたいなのが飛んでて、それがね邪魔してくるんですよ。ネファスティュリスって書いてありますね。ネファスティュリスか。火炎流症。腕が痛い。確かデビルメイクライ2はね、ジャンプ中の一瞬その無敵の時間がないんですよね。だからこんななって食らっちゃうんですけど、まだいんのか。第2形態、おお、こっちはねだいぶ倒しやすい。ダンテ側転は速いんですよ。側転と前転は。でもバク転はちょっと範囲が狭くて、バク転になっちゃうともう確実にこれ当たりますね。なんでまあ、コントローラー本当あれだな、勝手に動いちゃうな。なんだこれ。おお、すげえすげえ。どうやって回避するのこれ。なんか懐かしいなみたいな思い出に浸ることもなく初見でもなくみたいな。キングダムハーツとかね、懐かしかったっていうメッセージとかもらったんですけどね、 LINE で。あのリア友からですけど、あとメルブラとかね、うん、すごい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 。あ、いけないいけない、こっちに。おお、
早く終わんねえかなこれ。こういうところがデビルメイクライ2黒歴史って言われる要因の一つですよね。とにかく全てにおいて惜しいんですよ。1と3と4がね完成されてる分ね、2は本当になんか体験版みたいなんですよ。敵も喋らないんでね、全然シリーズで唯一喋らないんですよ、敵がほとんど。アリウス以外ウロボロス、ウロボロスってなんかあれな、バイオ5のウイルスみたいな。でここで例えばあのヘリはとかって言えばまだ面白いけど、何のセリフもなかったりね、ほんとプレイヤーに委ねすぎなんですよね。はい、ということでね、まあ今のボスをお見せできただけまだ良かったと思います。じゃあ今度こそ本当に終わりたいと思います。ここまで見てくださって本当にありがとうございました。多分シリーズではやらないと思うんですが、万が一や続きも見たいよって方いればやります。ということでご視聴ありがとうございました。また次のゲームでお会いしましょう。バイバイ。